バルタールドルフ・ライスティコフは、ドイツの画家、イラストレーターである。現在のポーランドのブイド・ゴシシュの薬局の息子に、生まれた。17歳で画家になるために、ベルリンに出て、ベルリンの美術アカデミーに入学し、アントン・フォン・ベルナーの下で学ぶが、半年後に才能がないとして退学させられた。その後、風景画家のエシュケや、ハンス・ギューデの個人教授を受けた。年から、 多くの芸術家がスタジオを構えたベルリンのアトリエハウスに住んだ。1886年からベルリンの展覧会に出展した。1892年にベルリン分離派の母体の一つとなるフェアニガーング・デア・クシーの創立メンバーとなった。この時期は表現主義に近づいていてベルリンの展覧会で表現主義の作品が出展を拒否されたのが ベルリン分離派の設立され独自の展覧会が開かれる原因となった。イラストレーターとしても働き、家具や生地、絨毯、壁紙のデザインもした。1902年頃、ケルンのチョコレート会社シュトルベルクの景品のドイツの風景画カードの原画も描いた。作家も目指し1893年や1896年に小説を出版するが成功しなかった。 詩人のビィルヘルム・ベルシェラを中心として、ベルリンのフリードリヒスハーゲンに集まった芸術家サークルのメンバーであり、小説家、詩人のゲアハルト、ハウプトマン、テオドール・ボルフや画家のロビス・コリンとマックス・リーバーマンと友人だった。梅毒にかかり、病状が悪化した後、1908年に療養所で自殺した。ありがとうございます。